ウェストリンはアメリカ合衆国オレゴン州クラカマス郡に属する市。現在はポートランド郊外のベッドタウンとして機能しているが、以前はウィラメット・フォールズによるエネルギー開発で栄えた。市名はオレゴン統治を訴えたミズーリ州セントジュネビーブ出身のルイス・フィールズ林上院議員の名に由来する。2000年国勢調査における人口は 22,261 人だった。2006年における推定人口は 24,180 人である。ペオリア党と呼ばれるオレゴンで初めて、米国州設立を目論んだ一派のメンバー、ロバート・ムーア少佐がオレゴンに到着したのは1839年のことだった。ムーアの少佐という称号は、米英戦争でペンシルベニア市民軍に参加し、おそらくは軍医として従事した時に与えられたものである。ムーアはウィラメット渓谷、コロンビア盆地を巡った後、オレゴンシティからウィラメット川を渡った先にあるウィラメットフォールズの西側4平方キロメートルの土地を現地に住むアメリカ先住民の主張から購入した。そして1843年初頭には、その土地にロビンズネストという町の建設を計画した。ムーアはこの先住民とのユニークな取引が当時の法律上認められるのかわからず、当時のオレゴンカントリー政府に陳情した。1845年12月22日、オレゴン準州政府は集落名をリンシティに改称した。リン郡の由来にもなった上院議員、ルイス・フィールズ・リン博士の名から取られた。リン博士は、ムーア家のミズーリ準州時代からの旧友であり、隣人であった。長い間リンシティは隣に位置するオレゴンシティとの間で、政治的、経済的なライバル関係にあったが、多くの悲劇や自然災害に見舞われた。1857年9月にはムーアがこの世を去った。1861年には大規模な火災と洪水が発生し、開拓者の集落を壊滅し、生き延びた家族らは太平洋岸北西部のあちこちに散らばってしまった。しかし数十年後、村があった場所には水門付きの運河と工業団地が建設され再び発展するに至った。当時稼働していた企業の一部は名称を変えて現在でも存在している。1913年、現在のウェストリンの市制が施行し、1916年には隣接するウィラメットの町と合併した。ウィラメットは1908年に調整が敷かれた共同体で、旧ボルトン、旧マルトノマシティ、旧サンセットシティ、旧ウェストオレゴンシティなどの集落を含んでいた。2006年、新しく発足したばかりの市政府、議会によって多くの横領事件に旧政府が関与していたことが明らかとなった。最大の事件は140万米ドルを巻き込んだ横領事件で 80km ほど離れたスピリットマウンテンカジノの関係者と内通していた財政マネージャーによって行われた。オレゴン州法では市の会計は1年に1回監査を受けることを義務付けているが、ウェストリン市はこの会計検査を2002年から行っていなかった。法定の会計検査員が行方不明の資金を捜査を終え、最近になって、やっと定期的な会計検査が再開された。ウィラメット川とテュアラティン川の間に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、ウェストリン市の総面積は 20.5 平方キロメートルで、このうち陸地は 19.1 平方キロメートル、水域は 1.3 平方キロメートルで、水域率は 6.57% である。ザ・ネイチャー・コンサーバンシーが管理するカマシア自然区域がウェストリン中央部にある。区域内にはカマシア畑があるほか、珍しい品種を含む多くの植物が育てられている。カマシアは現地に住むアメリカ先住民の食料として重宝されていた。高台の住宅街歴史あるウィラメット商業地区ウィラメット地区にあるゴシック復興様式の邸宅2000年の国勢調査では、市の人口は 22,261 人で、8,161 世帯、6,275 家族が暮らしていた。人口密度は 3013.7 毎メートル2だった。1177.4スクエアミの平均密度に8697軒の住宅が建っている。人種構成は、白人 93.32%、アジア系 0.54%、アフリカンアメリカン 0.35%、先住民 0.35%、太平洋諸島系 0.08%、その他の人種 0.74%、及び混血 2.06% である。人口の 2.87% はヒスパニック、またはラテン系だった。8161世帯のうち 41.5% が18歳未満の子供と一緒に生活しており、65.5% は夫婦で生活している。8.24% は未婚の女性、または寡婦が世帯主であり、23.1% は結婚していない。18.0% は一人以上の独身の居住者が住んでおり、4.9% は65歳以上で独身である。1世帯の平均人数は 2.72 人であり、結婚している家庭の場合は 3.11 人である。市の住民は 29.0% が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が 6.1%、25歳以上44歳以下が 28.7%、45歳以上64歳以下が 28.4%、及び65歳以上が 7.8% に渡っている。中央値年齢は38歳である。女性100人ごとに対して男性は 99.0 人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は 94.3 人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は72,010米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は83,252米ドルである。男性は61,458米ドルに対して、女性は38,733米ドルの平均的な収入がある。この地域の一人当たりの収入は34,671米ドルである。人口の 3.9% 及び家族の 2.9% の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の 3.6% 及び65歳以上の 4.2% は貧困線以下の生活を送っている。市が運営する公共図書館があり、クラカマス郡図書館情報網の一部を成している。ありがとうございます。